僕の奥さんがそうだったんですけど、ね。ああ、そうだね、うん。彼女でも結構アドリブもちゃんとやるじゃん。いや、もうやっぱ学生の時は、うん、ここはなんかこのペンタトニックの音を使ってアドリブすればいいんだよ、みたいなこと言って、うん、やってみようか、つって やると、うん、泣き出しちゃったりとか。ああ。書いてないとね、すごいこう、うん、もう書いてあるものを読むっていうのが得意だけど、うん、それ以外のことやったことないから。ペンタトニックって結構あの5つのワードでできて簡単だよとか言ってやるんだけど、意外とみんなね、なんかどうしていいかわかんないんだよね。うん、そこ適当にっていうことに対して、適当にがすごく、あの、イラってくるっていうか、そこに対してこう、拒絶反応を示す人が結構。なんかやっぱ怖いみたいですね。怖い、うん、その、何でもいいから音出してよっていう。ああ、そういう教育を受けてないもんね。慣れだもんね、結局ね。うん、ていうか、俺ら逆にあの、書き風だったらちょっとごめんなさいになっちゃって。僕ら泣き出したから、ね。そうですね。16本、ブワーみたいな。あー、ごめんなさいってなる。これ初見なんですかみたいな。お互いのこう、もうね、フィールドの違いだからね。そう。え、ナロスではある？僕はどうでしょう。でも、結構僕の周りには挑戦してくれる人が多かったんで、うんうんうん、まあクラシックっていうか和楽器の人とか一緒に演奏したりしたけど、なるほどなるほど、うん、なんかこうこういう音遣いでちょっとやってみようって言ったら、うんまあ、割と挑戦する気がある人だと大丈夫だったりしますね。うんうんねうん、アメリカで俺がそのなんかこうワークショップとか行った時は結構そのサックスを今日触るっていう人がいて、うん、であの時誰だったかな、ピアノがね、あの有名な人なんだけど、なんかアンサンブルしようってなって、いやまだ音が分かんないんでって言ったらパッて来て、こうやって押さえてみ、吹いてみって言って、それがどの音で、でこれがファの音でみたいな、でこれとこの3つの音はあの全部当たるからやろうとか言って始まるわけ、うん、そしたらその音一生懸命弾いてるんだけど、だから上手いタイム、だん慣れてきた頃になんかその3つの音を使ってこうフレーズをパーって弾いてくれる、だから勘のいい子はやっぱりこうキャッチするじゃん。うんうんうん、で、カットして、あ、こうかなって言って、違うよって言って、で、なんか、ビャーってやって、間違った音パッて弾いたりとかすると、その間違った音でうまくこう、フレーズ作って、これだといいよ、みたいな感じで、なんかずっと、1時間ぐらいずっと曲をやってんだけど、要は、怖がらないように、怖がらないように やってくれ、大丈夫、大丈夫って。で、いいとすごい、イエーイとか言ってくれるし、ダメだと、それダメって言わずに、それが、こうやると面白いんだよ、みたいな感じで、そのすごくこうフォローもしつつ、うん、で、だんだんそうすると3つの音じゃつまんなくなるから、他の音やっぱ出し始めて、うん、そしたらこのタイミングではこうだけど、このタイミングはこれがいいよ、みたいなのを口で説明せずに、さっきもうピアノでどん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 リードしていって、1時間やった頃にはもう結構ブルース吹けるみたいな。うん、もう F のブルースいいよね、みたいな。そうすると結構もう自分で見つけたボキャブラリーだから、後で F のブルースのレコードを一緒に聴いたりするんだけど、あ、これさっき使ったやつだ、みたいな。うん、なんかすごい感動的なレッスンなんですよ。だから禁止事項がまずない。日本はこの音使っちゃダメ、この音使っちゃダメ、この音使っちゃダメみたいな、まず禁止がすごい、覚える禁止事項が多いからすごい辛いんだけど、向こうはあの間違いっていうのは基本はないからやってみるといいけど、それよりもこっちの方が俺かっこいいと思うけどどうみたいな感じの教え方をするので、あれがめちゃくちゃかっこいいなみたいな。だからやっぱりこう、うん、何やっていいかわかんない。やっぱスケールだけ覚えてもさ、やっぱりアドリブであんまできんじゃん。そうですね、うん、スケールは覚えるけど、なんかそれってスケールの練習とアドリブの練習って別個で、ある時つながるって感じじゃない？そうですね、うん、スケールの練習ってまあそのドレミをただ弾くだけ、うんうん、上から下に順番にとか、まあ、シーケンスして1、3、2、4、3、5みたいな感じでこうね、なんかどうね弾いていくのがスケール練習だとして、アドリブの練習ってあのまあリズムに合わせてっていうのがまず一つなんですか、うんうん、リズムに合わせて、僕の場合はですけど、まあ、まずは少ない音から始める、うんうん、ある一つの音から始めて、例えばドレミだったらこうソの音から始めて、こうソの周りの音をちょっとずつ使ってみるようにしてみる、うん、そのソに向かって何か弾いてみたりとか、あとね、この音が当たるからその音に向かってこういうアプローチだとかっこいいみたいな感じでちょっとずつ覚える。そう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 。なるほど。そうね。ドラムとかもさ、ドラムソロって何したらいいですかっていうのが
ぱり、ま、みんなないので、うん、僕はまあ一応そのジャズのビバップフレーズってビバップ、うん、このビバップはどこでもハマるから、その手前にアプローチの音つけてやってみっていうとまあまあできるようになるんだけど、うん、やっぱりなんかこうこれは大丈夫みたいなところからスタートしてそこにこう足していくみたいな感じがいいのかな。やっぱりアドリブの練習としては分かりやすいですよね。分かりやすい。そうするとスケール練習の意欲も湧くみたいな。そうもっといろんな音使いたいから練習しようみたいな、ね、ああそういうのもあるね、うん、であとコピーしてるとあこれこのスケール使ってるとかスケール練習してると指が覚えててあこれはこのスケール使ってるんだみたいな感じになるから、うん、だから要はもうスケールってあいうえおとか書きくけおだと俺は思ってて、だからあいうえお書きくけおでは喋れないんで、うんうん、その発音をちゃんとやっておいたらそのあこれはこの発音でこれは発音でって分類されてまとまっていくんじゃないかなって感じがするんだけど、うんうん、だからドレミファソラシドドレミファソラシドってソロやっぱなっちゃうよね。やっぱ結構する人いるけどさそうですね、ドレミ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 みたいなそれでもいいと思うんだけど、うん、そうですね、やっぱスケール練習とアドリブ練習っていうのはやっぱ別なんだなっていう感じしますよね、うん、たまに一緒になってる人もいるかもしれない、うん、そう別だよね、うん、だからボキャブラリーだから俺なんかはもうコピーマンだから、まあ、この間も、まあ、まあ結構よく出してるその他人のコピーをしてそれをこう譜面に落として叩いてみてどこがどうなってるどこがどうなってる解析するのが大好きだからさ、うん、だから結局そのよく使ってる5つのワードっていうのを作ってあの YouTube で出してるんだけど、うんうん、まあこっからだけどその間にはいっぱいこうつなぎのフレーズがあって、だから結局コピーしてると そこに集約するけど、ゼロから組み立てる文章と文章から変形させるのとこれは両サイドいるような気がする。そうですね、まあそれこそよくあるのがそのじゃあ難しい音遣いを覚えましたってそれをそのままポンって入れるってあの前の話 で、うん、でそうするとやっぱそのサウンドしないっていうかなんかそこだけ浮いたように聞こえちゃうっていうのがあるから、やっぱりこのそのなんか使える音を探すっていうよりはその例えばコピーするときもそうやって全体をこう例えば、まあ、全体って言ってワンコーラスぐらいでもいい、うんうん、その流れでコピーするっていうのがやっぱ大事なのかもしれない、ね、このコード進行にこの音使っていいんだっていう風に理解されるとちょっと困るみたいな感じがあるよね。だから日本語と一緒だからさ、なんかこう普通にこうやって今までこうやって会話してたのにいきなり難しいことわざ使うみたいなねそうですね、それ婚姻屋のことしたねそれ言いたいだけだ、ね、それまたそれを何回も使うからそれやっぱり婚姻屋のことして年みたいな婚姻屋のことして言いたいなんだ、手前もうちょっとなんとかいやいや、それ分からなくもないけどみたいなたまにいますけどねまあそういう人いるよね、突然どうしたのみたいななんか言いたいだけみたいなギャグなのかと思ってしまう、うん、そういう人いる。でも真面目な大真面目だからね、本人はね。そういうだからアドリブもそういう流れで、俺はだからこうアドリブまあなんか推奨するのはまあなんかこうなんていうかコンピングもそうだし何でもそうだけど、4小節とか8小節がいいなと思ったところだけまず取り出してみて、ドラムだけ考えないでベースとかピアノとかが何やってるのか、ピアノの歌も一緒に歌ってみると、あここでピアノ的にドラムでここに音入れてもらうと気持ちいいんだなとかっていう理解もするしみたいな。だから頭の中って結構こう何層も音が鳴ってないですかみたいな。例えばそのビバップフレーズとかだと、何があるだろう、コンファーメーション、うん、これはワン、ツー、スリフレーズ叩いてんだけど、まあ前も一番だいぶ前に言ったけど、こう自立してて、こっちの歌は全部自立してて、こっちの歌も全部頭の中で鳴ってるけど、ドラムの別のメロディーがちゃんと鳴ってて、でベースの音もちゃんと聞いてるから、ベースがここ、まあ今のは特に何もなかったけど、ベースが裏裏裏ってきたらやっぱ反応するしみたいな、全部の全体のバランス見つつ自分の歌を選んでるみたいな形だから、
だからそのアドリブの時はどうなんですか、その、メロディーを弾いてる時ってメロディー以外の音も流れてる、例えば今の曲だったら。まあ例えば今コンピングがいないじゃないですか、うんうん、まあだからまあコンピングがいないことはないか、ドラムがいるけど、ね、コンピングしてる、合間のところのコンピングを自分も埋めなきゃいけないし、そうでも埋めれないからなんか頭の中でこうなんか鳴らしてるみたいとか、まあ別に流れて、うん、そうですね、そういうのを一緒にこうイメージなんとなく持ってるみたいな、うんうん、まあ、コンピングっていうのはあの合いの手なのね、タタッタデブ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 デタッチャッツッチャッツッチャッチャッチャッ、もう一人ギターいるとかもう一人ピアノいるっていうのを想像してるってことだよね。そうですね、うん、ベースはどうなの、メロディーを歌っている、歌ってますね、歌ってるよね、でもメロディー歌いながら自分だってラインは別で組んでるの、うん、まあそうです、ね、当たり前だけど、ね、まあ2世は絶対やる、うん、まあそうです、そうそう、だから結局まあみんなこう質問するときにもうその自分の音ので精一杯になってるから、だからどうしようもないみたいなとこがちょっとあるな。そうか、それは確かにあるかもしれない、ね、うん、自分の音を、まあ、覚え、まず空でできるまで行ってないしみたいな、そこら辺やっぱりジャズはさ、やっぱりロックとかだとベースだとルートずっと弾いてて、しかもそんなに変わらないけど、ジャズはどんどん変わっていくし、あ、そうか、確かに考えてないですもんね、ファーラードファーミーシーラーミーなんて考えてないですね、音のラシーラミーバラソーレシーソーって歌ってますね、あ、そうだよね、そうそう、歌いながら2つは流してドラムはレガートがリズムなので、僕はリズムはベースと、少なくとも3つぐらいは同時になって、うん、で自分が思ってるベースと明らかに違うところに行くと、あ、なんかやってるなっていうのを気づくみたいな感じなんで、どこを聴けばいいですかって よく言われるけど、全部聴いてなきゃいけないから。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。